おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。トトロ。あれらしいな。さあ参りましょう。パウ取扱いの神激鬼畜。10月の12日にいただいたコースですね。こうしてこんな感じ。はいはいはい。はい。あぶねえ。ああ、しまった。あ、そういうことか。こっちを叩いて、こうして、甲羅持っていくんかな？よいしょ、よいしょ。うわ、トゲか。ふぅ、怖え。ははーん。あ、やめて、危ねえ。どうしよう、でもこれ。え、キモかった。これあれか。食らっていく的な感じか。これはもう、こういうルートなんだろうな。これ、パー持ってくんだろうな。これさ、いける？あ、そっか。うわ、これさ、いけるかな。あー、待って、キノコ状態キープ。あ、甲羅使えばいけるか。そっか、結構タイミング難しいな。 OK、 キャッチ。死なないように持っていくんだろう。一応左も確認する。一応、あ、最初のところに戻るんだね。なんもないっぽいね。あぶれ。時間がねえ、時間が。ほっ！よいしょ！オッケー、合ってるね。多分こうだね。ふっ。これは？クラウンか。パウ。取れなかったね。そういうことか。パウを使ってここ行って、か。了解しました。持って左。こうでいいのかな。地味に残ってんじゃねえか。危ねえ。この土管、あ、ここに出てくんだ。これさ、横から触れたら勝ちだよね。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケーです。よーし、時間に余裕はあるからね。そんなに難しいコースではないですよね。これが50秒でクリアしなさいって言われたらかなりきつくなるかな。これ行きましょうか。ビルバスター、ん、違う、ビルブラスターダンジョン。ロザリー、あ、あれだ。ロゼッタの音だよね。ロザリーナって。機能効果。これはどういう、あ、足場ができるのか。なるほど、なるほど。すごいね、これね。足場を作ってってことなのね。先に進みましょう。緑の悪魔が潰されていく。あ、難しくなってきましたね。ここら辺がやっぱ楽しいよね。いいねランキング。お？あー、そういうことか。バネらせてくれるのね。ここで待って。あ、むずい。食らってたわ。スピン。スピンじゃなくてもよかったんだな。ほっ、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 よいしょー。オッケー。これは走れだね。よーし。で？スピンだね。今度こそスピンだったんだ。ここは一旦待機かな。踏んでいく。オッケー。これもキラーかな。あ、違う。メットだった。一旦耐え、届け！届かねえかー。トゲメットですね。ピョンス、ピョンス。オッケー。なんだろう。そういうことか。踏んで踏んでか。オッケー。これは？あー。踏んで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 、踏んで乗って、落ち着いて一緒に降りて、はいはいはいだね。オッケー。ちょっとスピンの感覚が難しくなってきた。オッケー、おーし、ゴールだ。落ち着いて、ゴール。オッケー、超楽しい。やっぱマリオはアクションだよな。はい、新技コース来た。バネに阻まれ絶対にダメージを受けなければ取ることのできない配置のキノコですが、この技を使うとノーダメでキノコを取ることができる。スタートボタン技ではないとのこと。あー、あ、ほんとだ。スタートドアの下でスタートするもんね。で、上から降ってくる横バネに殺されますよね。弾かれてトゲに当たって死んじゃいますもんね。つよね。しゃがみじゃダメ。ジャンプじゃダメ。じゃあ多分スピンでもダメだよな。あとマリオできることっつったらなんすか。来るんか。
くるんでも殺されるよね。あと何できる？しゃがみくるん。違う。じゃあ右斜め上に入れる？当たる瞬間に左斜め上にコマンド入れてもダメっす。あと何ができる？マリオといえばヒップドロップ？ヒップドロップ的な？お、抜けた。これかな？お、抜けたけど食らった。でっかいままで来なきゃいけないのか。マジか。お、できた。これあれだ、しゃがみヒップだ。あ、なるほど。しゃがんでるから当たり判定がちっちゃくなってるから抜けられるんだ。なるほどな。あとは俺の苦手なこれだな。オッケー、出た。おー、これはすごいぞ。また嫌な技が見つかっちまったな。やだな。はい、こちら10月の23日にいただいたコース、 How to avoid ガリガリ、ガリガリの避け方ですね。うわ、これサムネ見た感じめっちゃ難しそうだね。簡単にはクリアさせてもらえなさそうって思うけど 1% もあんだよな。下抜けでもさ、この長さくるんきつ、あ、最初しゃ、あ、でもしゃがまないときつくねえか。しゃがむとヒップきついよね。いける、いける気がするわ。 OK、 いけましたね。ここむずいな。でもよし、 OK、 これはこうでいいよね。 OK、 さあ、これがさ難しい。スベランの中とかに紛れてたらきついよな。中盤あたりとかさ、僕と鬼畜と黒斗神拳と猫百列家というコースを作ったんで、動画にしなくてはいいから遊んでみてください。了解です。動画になっちゃったけどなっちゃったけども、スターがあっても結局上には何もね。おおほー、危ねえ。一旦降りましょう。あれ、オッケー、こうなってこう、ちょちょちょ、あ、ちょい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 、オッケー、またクッパか。うわ、危ねえ、死にたくねえ。デブロス、危ねえ。クリボー踏んで、甲羅踏んで、踏んでいきます。これ絶対叩いちゃいけないやつだな。叩く。落ち着いて叩く。積んでんなー。あ、いや、これかわせれば無理でした。上越えて、ゴールじゃねえのか。ふぅ。キノコ取っちゃダメだ。なんじゃねえかな、取っちまったな。ボム兵？ん？ん？スター？キノコ？ファイヤー。ファイヤー。ゴールかい。ゴールでしたよ。めっちゃ楽しそう。エクストリームウォールジャンプ。これ絶対楽しいぞ。あ、でも一応あれなんですね、落下してもいいんだ。あ、ちゃんとマグマなってるか。なんかマイクラみたいな作りみたいになってますね。海外の方って作るのうまいからな。上が時計、これ多分キノコが入ってるのかな。取らないでいきます。あれがいたよね、バブルいたよね。ほっ、どっちだ、こっちか、違うな。いや、これはきついか。一回降りましょうか。左だよね。足場がちゃんとありますよ。次足場なかったね。真ん中抜けか、これは。こっちに行って、こっちに行って、上に行って、はい。あー、下の情報を、これは違うな、真ん中抜けじゃねえな、こっちだな。で、途中にファイヤーバーがあるよね。 OKOK、 さあ上に行きましょう。うん、Pスイッチ踏んでいくのか。
しょうがない、ここで踏むか。あ、踏むでよかったんだね。一応踏まなくてもいけるっちゃいけたか。ツタですね。謎のツタですよね、これはね。倒しておきましょう。何があるかわかんない。これ絶対的に出てくる。ただでっていうでしたね、オープン。3連だね。え、これ下どうなっとる。あった、クッパファイヤーの位置をしっかり確認した上で進みましょう。ほい、オッケー。これは多分キノコだな。ファイヤーだ。ここまで来たしな、ファイヤー取らずにゴールしたいけどな。下クッパなんだよね。倒さなきゃいけないっていう説があると思うんで、しょうがない。多分倒さなくても大丈夫だったな、これは。でも右飛びしてたらあれですね、死んでましたね、トゲだったから。お疲れ。よーし、フィンの F のちょうど真ん中くらいに当たって死んでましたね。あるいはフィンの上に乗ってたかな。上乗ってヒップで間抜けてゴールしてたらイケメンだったね、このコースは。じゃあスピランやって終わりますか。難しいけど楽しい70秒スピラン。やったことありそう。あー多分ないな、大丈夫だな。トントン、詰まった。上抜け、クレーン抜け、スピン抜け。さあどこだ。あぶねえ。あちょっとマッチョ、これはちょっとマッチョパターン。ゴーゴー。来るんですね。はい。はい、来る。オッケー。スピン。じゃなくても大丈夫だった。スピン。ここはスピン。叩く。上にジュニアがいたのか。ドーン。入ります。まだ続くね。はい。叩く。オッケー。赤コイン取って、上に上がる。自然と右へ。これは行かざるを得ないやつですね。で、持って、ドアに入って、さっきのとこに繋がってる。かぶる。了解。はい。はい。はいはいはい。これですね。この辺は全く問題なさそう。あ、違う。かわそうとしたせいで。しまった。1、2、3割アップ。取られます。上行きます。上行きます。え、まだ続くの？あ、これ走って終わりだな。イエーイ。5秒余りかな。お疲れした。よし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。